はい、皆さん、こんにちは。製麺機です。今日お昼ご飯ね、昨日のすき焼きの残りでちょっとね、うどん作りました。で、ゲームチラッとしながらね、食べようかなと思って。ドラクエチラッとね、やりながら食べようかなと思って。では、どうしよう。まずスタート。名前はね、やっぱりどうしよう、これかな。これで。箱、取るか。120ゴールド。松明ね。鍵。ちょっと話聞いて。ということで、まずはね、お隣の町に向かいます。この頃のドラクエは、階段とか乗っても降りたり登ったりしないですよね。コマンド入れないと。町の人に話聞いてると長くなるんで、ちょっと町行って、この隣、おわ、もう来た。やばいやばい。ああ。やっと倒した。弱。ここね。ラダトームの街。とりあえず装備がないとどうにもならないんで。これがね、こん棒と革の服は買えないんですよね。お金足りないんで。なんで、こん棒買います。またね、ここの中ね、いろいろ探索とかしてると、動画時間ね、尺長くなっちゃうんで、じゃちょっとうどん食べてね、うどんも食べながら、よいしょ。うわー、すっかりこう色がこうついて美味しそうに見えましたね、うどんも。じゃあいただきます。あ、美味しい。すき焼きのタレなんでちょっと甘めでね、美味しいですね。鶏団子ね。
焼酎ね。中身は生協さんの焼酎ですね。ちょっと焼酎をちびっとやりながら。じゃあちょっと適当にね、まずはレベルを上げるところからね、ちょっと軽くやっていきたいと思います。こんな感じでちょっとね、もう少しレベル上げるところをね、ちょっとやって続きやっていきたいと思います。ではね、サクッとねレベル3くらいまで上げました。ちょっとまたうどん食べて、よいしょ、もう冷めちゃってもうすっかり冷めちゃって、かぼちゃ、うん、焼き豆腐もしっかり色ついて、うん、うどんはね、細うどんがね半額だったんでね、細うどん買ってきてこれでやってます。うん、ちょっとおつゆ、うん、ちょっとこぼれた、よいしょ、忙しいっすね。じゃあまたね、一杯ね、よいしょ、洞窟がどっかあったと思ったんだけどな、洞窟、最初の洞窟どこだっけ、ちょっと行き過ぎたか。どこだ。あ、ここは違うな。橋越えたらやばいから。おお、先制攻撃。どこだっけ、洞窟。うわ、ゴースト勝てるかな。お、会心の一撃。連続できますね。どこだ？あ、ここここ。これ確か最初の洞窟ですよね。ちょっとその前に、また一口食べて。あー、鶏団子ね。鶏団子。うん、うん。美味しい。
あ、ファンヒーター、ファンヒーター3時間おきにこうオフになるの延長しなくちゃいけないんですけども、3時間より短い気するんだけどな。まあいいや。じゃあね、洞窟入ってみますよ。なんでだよ。なんでここで出るかな。よし。じゃあ、今度こそ入ります。ドラクエの1はね、松明ないとね、周り見えないんでね。ドラクエの1だけでしたっけ？松明使うの。あ、階段降りてみましょうか。ここって何があるんでしたっけ？なんかもうすっかり覚えてないな。ここはダミーの階段か？あ、こっち側から行けるのかな？お、道が、あ、ここはダメか。こっち行ける？あ、こっち行けない。あ、こっちが行けますね。お、お、お、ここはダメか。あ、宝箱ありますね。開けてみますよ。調べるか、まず。宝の箱がある。じゃ、取ります。生命は石板を見つけた。石板にはこう書かれている。私の名はロト。私の血を引き締めのよ。ラダトームから見える魔の島に渡るには3つのものが必要だった。私はそれらを集め魔の島に渡り魔王を倒した。そして今その3つの神秘なるものを3人の賢者に託す。彼らの子孫がそれらを守ってゆくだろう。再び魔の島に悪が蘇った時、それらを集め戦うがよい。ってことみたいですね。うん、まあ、賢者にあってなんかこう、アイテム揃わないといけないよっていう。これ最初の、洞窟の、ロトのこの石板って感じなんですかね。で、ちょっと、またね、洞窟の外に出たいと思います。うわぁ、出てきましたね。うわぁ、え、これ倒せるか？あ、これやばい。これは逃げる。あ、危な。呪文ホイミ。これでもう一回ね、街まで戻ります。わあ、またか。エンカウント率がすごいですよね。この当時のゲームは。レベルアップ。素早さが2、最大ヒットポイントが7、 MP が11。おお、呪文一つ覚えた。何覚えたんだろう。あ、ギラ覚えた。ドラクエの1は1人しかいないんでね、1人で呪文も唱えて戦闘もね、物理攻撃もしてっていう感じで。よいしょ、町戻って、あ、町が、
目の前なのに。ドラクエの1って最初の村とか、まあ、あのお城とかでタダでヒットポイント回復させてくれる家みたいなところないんでしたっけね。昨夜はお楽しみでしたねってなるんですよね。あのローラ姫助けてここに来るとね。ここでしたっけ？違う、あの、宿屋さんでしたっけ？ちょっと忘れましたけどね。では、ちょっとまだね、一口食べて。もうすっかり冷めちゃっても。やっぱゲームやりながら食べるんだったら、こういう汁物はダメですね。モニターに汁がまた跳ねるしね。あ、焼き豆腐。ではあとはね、続き、まあレベル上げしながらね、あののんびり食べて、あのお昼ご飯ねやっていきたいと思います。では今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね、後で、酔っ払わなければね、今日ね、アップしますし、お酒飲んで酔っ払ってたら明日のアップになるかもしれないですけどもね。では、今日のね、お昼ご飯は、ドラクエをちょっとやりながらね、昨日のすき焼きの残りでうどん作っていただきました。ではまたね、動画アップしたいと思いますんで、よろしくお願いしますね。今日のところはこの辺で。